はい、ヌーボーレコルトの、反露時計傾向ということで、1分ぐらいでやっていきたいと思います。こんな感じですね。まあ、ヌーボーレコルト自体がですね、もうほとんど馬券から外れないと。まあ、安定して、まあ、素晴らしい、競走馬だと、思います。見ていても気持ちがいいですね。ただ、まあ、こう見るとですね、まあ、基本的には、まあ、反露メインではないというか、まあ、60.0 秒以上の時に、5勝。まあ、すべての勝ちをここで得ていると。この辺の時計で、56.0 から 57.9 だと、勝ちがない。そして、反路調教してないとですね、これまた勝ちがない。ということで、うん、頭で狙うとき、まあ、紐に入れておくときっていうのを、結構か、この、このまま、この傾向が続くのであれば分かりやすい馬だな、という、印象ですね。うん。まあ、これがどの辺まで、今後偏っていくかっていうのは、まあまあ、また集計してですね、狙い目というか、まあ、ヌーボーレコルトに対しての予想ファクターの一つとして、扱っていければなと、思っております。ということで、ヌーボーレコルトの話でした。まあ、他にも、いろんな動画を配信しております。こういう短い動画の方が少ないので、長い動画、楽しめると思います。ぜひチャンネル登録してください。さよなら。